皆様こんにちは。本日は溝の口までお越しくださいましてありがとうございます。この川崎ハーモニカの集いも今年でおかげさまで8回目を迎えることになりました。その間やはりコロナで自粛生活を強いられたりして一時期はすごく大変でしたが、ようやく1年前に解除となりまして、皆さん活発に活動をされているようです。本日出場される皆さんも雨にも負けず風にも負けず夏の猛暑にも負けず寒さにも負けず、そして老いとは少しだけ仲良くしながら活発に活動されているようです。そしてその中でも老い年を取るのを忘れるほど一生懸命頑張って練習をされて活動的だったグループの方もいらっしゃるようです。今日はそんな皆様の1年間の集大成をの発表と、それからハーモニカの、独奏、それから合奏のそれぞれの良さを感じていただき、ハーモニカの優しい音色、癒しの音色をお楽しみいただければと思っております。拙い司会で申し訳ございませんが、プログラムのご案内をさせていただきます。井上です。はい、近藤です。よろしくお願いいたします。皆様にご迷惑をおかけしないように一生懸命頑張ってやります。今井上からお話がありました、ここに出演される方がこの日のために1年間一生懸命練習してきましたので、皆様の温かい拍手の応援をよろしくお願いいたします。それと去年は講師演奏が全員の講師の方に演奏をお願いしてたんですけれども、講師の方々も日々とてもお忙しくされてて、またここに独奏でされるとなるとそれなりのご準備があって、もう本当に一日一日がお忙しくされているので、あまりご負担をおかけすることのないようにと、今年からはお一人ずつの先生に講師演奏をお願いしました。なので最後までゆっくりお楽しみくださいますようお願いいたします。そして川崎ハーモニカ協議会の代表者から一言ご挨拶させていただきますが、昨年までの浅井から今年からは小林直道が担当になりましたので、小林からご挨拶させていただきます。どうもこんにちは。今回お初にお目にかかりますが、小林直道と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに今年元日の日に大地震あれですね、能登半島の大地震が一応起こりまして、で一応それに対してですね、一応私たちこの川崎からその熱い思いをね、みんなに抱いているんだっていうふうな、そういうふうな気持ちを一応表したいと思いますので、大変お手数ですけれども、ちょっとお立ちいただいて黙祷10秒間ぐらいちょっとやらせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。それでは黙祷お願いします。ありがとうございました。私たちのその熱い思いが能登半島の地震の被災者の方々に一応届くようにというふうなことで、実は今回、受付の方で能登半島のその義援金ということで募金を行っております。一応この募金は川崎の日赤の川崎支部を通して能登半島の
の方に一応送られるという、日赤の方に送られるというふうな、そういうふうなシステムに一応なっております。どうぞ皆さんのそのご協力をよろしくお願いしたいと思います。それで先ほど司会の方々が今回のこの集いのコンサートについていろいろそのお話ししていただきましたので、で私からも今回は10回目ということで、10回目じゃない8回目ということで、途中2年間 の, そのお休みがコロナのためにあったんですけれども、一応通算で大体10回目10年目ということで、それで団体も今13団体おりまして、次年度にも1団体が一応加入する予定になっております。そんなようなところでこの地区だけで13団体なんていうのは本当にすごいなっていうような、そういうふうな感じが一応しまして、さすが川崎歌の街だなっていうような、そんな感じがいたします。そういうふうなことですので、今日は皆さんいろいろハーモニカのその、あれですね、21、そしてまたクロマティックスのハーモニカを一応交えて、そしてバスコードのハーモニカなんかいろいろ含まれて、全体的に合奏となっておりますので、そういうふうなその各音をまた楽しんでいただければと思います。どうぞ今日は最後までごゆっくりと聞いていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今の演奏は高津ハーモニカクラブの皆様による嬉しいひな祭りでした。
ありがとうございました。素敵な音色でした。ありがとうございました。
いわっしょい、わっしょいわっしょい。ありがとうございました。演奏者の皆様も楽しく演奏され、望月先生もとても楽しく指揮をされていました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。綺麗な音色とバスの響きがとても素敵でした。Thank you.
ありがとうございました。さすが好きな曲だけに素晴らしい演奏を聴かせてくださいました。Thank you.
ありがとうございました。Thank you.
がとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
いませんですね、1番と2番と歌詞が入ってます紙に。これ見ながら皆さんには歌っていただければと思ってます。それで、まあ、去年まではねこういうこと私たちできなかったんですよ。観客の皆さんと一緒に、ね、なってやるということはね、今年がもうコロナの解けまして、こうやってやっとこういう日を迎えられるようになってありがたいなと思ってますので、皆さんとぜひ一体になってやりたいと思います、